こんばんは。中村舞です。急に始めた。こんばんは。マシュマロハート可愛いタコありがとう。こんばんは。皆さん、中村舞です。可愛いとネジとハートありがとう。そう、お風呂にお風呂場です。で、我が家なんですよ。私広島帰ってきたんで我が家なんですけど、こんばんは、こんばんは。うん、お疲れ、ありがとう。こんばんは。うん、ただいま。そう、今日は公園でした。もうありがとう。もうマジで本当に足がつりすぎて、で、なんか公演終わった後もずっとつって治んなかったんですよ。で、さっきも家帰ってて歩いてる途中で足がもうつって歩けなくなって、本当に何ですか、もう足を引きずりながら帰って、で、家着いた途端にもう動けなくって、で、もう私お風呂場に駆け込んで今足湯してるんです。ここで、ほら、足湯マジで今もまだ治ってなくって、足つってるのが。いや、そう、温めてる。マジでね、救急車呼ぼうかって思ったぐらいね、足がねめっちゃつっててね、もうやばい、痛いです。足湯しながら配信。そう、もうこのお湯から抜け出せないの今やばい、マジでね、本当に何ですか、なんか荒野行動とかでさ、パパパパンって撃たれた人がさ、こうなるじゃんか、歩けなくなってさ、こう四つん這いになるじゃないですか。マジあんな感じになって、本当にマジこうやって家でずっと廊下をこうやってあーってしながら頑張ってお湯ためて今安心してる。こんばんは。そう、今日はね、沖前公園だったんですよ。初日岡山県でした。はい、皆さんありがとうございました。来てくださった皆さんも、配信で見てくださった皆さんもありがとうございました。めっちゃ楽しかったですほんとにありがとう。明日はね、愛媛なんでね、2公演。会話めっちゃ楽しかったです。最高の声だって、ありがとう。ちょっとまだ明日もあるので、あまり、そうですね、曲とかはまだ言わないけども、松山移動しました。お、明日は松山ですよ。ありがとうございます。めっちゃ楽しかった、本当に。初日ありがとう。うわ、ありがとう。お疲れギフト、ありがとう。ハート、ありがとうございます。はい、早く寝ます今日は。お顔がめっちゃ赤かったから熱ないか心配でした。なんかすごいね、めちゃくちゃなんか熱がってか、顔ってくるの、全身めっちゃ熱くて、一日中暑いんですよねなんてことでしょう めちゃくちゃ緊張しましたね今日。めっちゃ手の震えが止まんなかった。
体温、いや体温高いわけじゃないと思うんですけどね。そう、性の副作用、そうなのかな。でも会場めっちゃ暑かった、本当すごい。そしてたくさんの方が来てくださってて、本当にもう後ろまでたくさんびっちり来てくださってて、めちゃくちゃ嬉しかったです。ツインテール、そう、夜はツインテールしてた。じゃーん。めっちゃ震えた。早めに休んで、ありがとう。明日も早いので早めに休みます。寝ます。筋肉痛と戦ってる。スタンディングの人足つらない？本当にちょっともうやばいんだけど、なんてことかしら。みんなミネラル大事。ミネラルと漢方と足湯マッサージ。引っ張ってる。岡山いるの。うん、広島、なお広島、自宅です。すごい、換気扇の音がすごいね。腰がやられてる。うん、ありがとう。明日も参加する、楽しみ、待ちしてます。明日も素敵だった、嬉しい。みんながすごいもう優しかったです。グッズが売り切れてた。あ、グッズね、グッズもらいましたよ、私も。今の見てマイケルのダンスがますます嬉しいです。ちょっと久しぶりだったので、結構こういうなんかびっちり出る感じ。え、3D シール？明日もまたよろしくお願いします。明日も配信はありますので、ぜひご覧くださいませ。個人的にはね、衣装めちゃくちゃ可愛いんですよ。衣装すごい可愛いんで嬉しいですね。白黒の可愛かったでしょ。早く休んでオープニングの衣装、嬉しい。こういうね、わ、タワーいただいた。マクアラオンさん、ありがとうありがとうです。犬タワー、マクアラオンさん、ちょっと
後日書かせていただきます。アンコールの衣装めっちゃエモいしお決まりに合ってました、嬉しい、あの衣装ね。なんかねマジでもうすぐにあの足がつって親に連絡したんですよ。でやばい本当に動けん、あの救急車呼ぼうかなって言ったら、そんなんで救急車呼ぶ人いないからって言われて、で塩をまず舐めろって言われて、で漢方を飲めって言われて、足をお湯につけろで今ずっとそうつけて、なんてことかしら。それで呼んだら消防の人に叱られるよ。え、そうなの？でもさ本当にね、もう足がつって治んない状況って結構地獄なの、本当に地獄なの。もう、うわ私もう一人で家帰って、うわー痛い、マジでこんな感じでした。ちょっと落ち着いたけど本当に痛かったの、びっくり。小村帰り、いや違うの、あの小村帰りってあのふくらはぎだよね、じゃなくってあの足の指先が両足つるっていうね。本当荒野行、本当に荒野行動のあのあれだったの。あのさバババババーンって撃たれて、そしたらさなんかあのライフがさなくなって、であちょっとだけ残ってるのが赤みたいなゲージの時のライフの時ってさ、こう這いつくばるしかできないんですよね。こうやって這いつくばって、マジあれだった本当に。本当にそうそうそう、救出待ちの時のやつ、あの他の人が救出しに来てくれないと動けないやつ。私の足を見せよう。これどうするかな、バンされるかな、バンされんよね絶対、だって足だもん。ああやばいやばい、可愛い指なんてことかしら。つま先だけしか、もうねそう、こんだけお湯お湯少なめってきた、そういうチャプチャプしてる。ふくらはぎまでがいいのでは、そうなの、お湯溜めた方がいいのかな。75度って書いてあるよ。あ、これ違うんかな。75度で溜めたんだけど。え、本当だよ。私お湯張り75度でしたもん。やけどするって。水分補給マジ大事だよね。今日はね、公演のね、後半ブロックが結構ね、盛りだくさんなんですよ。そう、だからね、結構ね、なんか、もう勢いがバッてある感じの公演でしたね。だいたい MC とかも含めて1時間半ぐらいでした。で、お見送りもさせていただくんですけど、多分2時間は全然いかないです。1時間、40分ぐらい。帰れるのはぐらいです。あっという間、
お見送りの時座って言うの、お見送りねベンチでやるんですよ本当になんかいつもの感じと全然違います。はい、1時間半、もう本当にちょうど1時間半ぐらいかな。よかった。そう、なんかあの可愛いベンチが置いてあるんです。夢なんですけど、おきちゃんがずっとなんか鯛めしが食べたいって言ってて、でも絶対に食べ行く時間がないんですよ。そしたらなんかウーバーで鯛めしはあるのかっていう話をしてて、で私愛媛でウーバーイーツしたことないんですよね。で、なんか鯛めしのウーバーイーツとかあるのかなってめっちゃ思って、でも絶対に私は鯛めしを食べるみたいな、絶対に鯛めしを食べる、ウーバーする、え、あるのかな、わかんない。でもね、松山なんですよ。で、どうなんだろう、お店行って、あ、でもね、お店行きたいんですけどね、ちょっと時間がねあんまなくてね。鯛めし美味しいよ、絶対食べて、みんな愛媛行ったら。松山は結構ね、うん、そうですね、まあいろいろありそうだけどね。宇和島風、そう、あの生卵のやつ、うん、絶対絶対食べてください。絶対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 美味しいんだよ。そう、宇和島風鯛めし、宇和島鯛めしなんですけど、宇和島じゃなくてもあります。松山結構宇和島鯛めしのお店いっぱいあるので、そう、有名なので結構いろんなところのお店があって、そう、美味しいですよ、食べて。7周年もそう、愛媛ありますからね、絶対食べて。もうずっとね、うきちゃんが鯛めし、絶対に鯛めし、鯛めしずっと言ってる。冷めない、冷めてきた。あ、でも今ぬるい感じ。辛そう。なんか鼻かみすぎて耳がおかしい。なんか鼻かみすぎたらね、耳がなんか聞こえんくなるよね、だんだん耳がおかしい。ひえー、なんかもう詰まっとんかな。ここさ、
ここね、触覚止めてたから白いのついてる、ほら。この後お風呂に入ります。何とか見方しようかな明日。今日昼はおろしで夜はツインだったんだ。迷うな。中耳炎になるよって。まとめ髪やってないな最近。まとめ髪ね。わ、なんか可愛いタワーもらった。猫なんだけど、猫、猫ちゃんタワー、にゃんにゃん。ありがとうミッキーさん、ありがとう。かわいい2人の猫、みんななんか天使の輪っかがついてるんだけど、かわいい、ありがとう。また描くよ、ありがとね。にゃんこタワー、もう今日あっという間の一日だったな。チャプチャプ音聞きたい。バタ足。サンキューの日、みんなサンキュー。眠たい？最近あんま寝てないんだけどね。なんかね、意外とね、多分このなんかアドレナリンずっと出たんかな、なんか分からんのんじゃけどね、寝起きめっちゃいいよね。めっちゃは嘘かも。ありがとう、マシュマロもハートも。早めに休んだね、ありがとう。じゃあ何分に終わるか決めよう。25分にしよう。え、長い？キリが悪い。ありがとう。クリスマスありがとう。なんかね、23時じゃない、0時前にね、配信終わったらめっちゃ変な気持ちになるけど、ゆっくり休みます。け、まあ、なるべく25分にしよう。みんなが今日休んで休んでって、ありがとう。でも今日ね、公演しとってめっちゃ楽しかったんですよ。なんか
ぱいやりたい曲もできたし、もう踊っててすっごい楽しくて、もうライブっていいってなりました。マジで本当にした。なんかさ、自分たちでここまでセトリをなんか一から全部決めれることってなかなかあんまないので、うん、なんかね、そう、それを皆さんにお届けできたのが嬉しかったです。ソロ曲もあるんですけど、そう、あのお互い選んで、セトリはね、そう、いっぱいやりたい曲あって、そう、選ぶの大変でしたよ。そう、結構ね、最後まで悩みました。まだ、ありがとうございます。なんか今日帰ってる時にね、家帰ってる時にね、いや、そう、おきちゃんと話してて、それおきちゃんがね、なんか私たちもなんか、あの卒業して、おきちゃんがね、私たちも会うことなくなるんかねみたいな言ってきてね、急に。なんかめっちゃね、なんか悲しくなって、その時にめっちゃ、えって、なんか一気になんかその一言でめちゃくちゃ実感したんですよ。なんか私たちももう会わんくなるんかねみたいな言われて、で、え、そんなことないやろみたいな、まあ、距離がねできてしまうので、まあ確かに会う回数はもうすごく減ってしまうとは思うんですけど、そう、何かしらでずっと繋がれてたらいいよねみたいな話してて、まあね、そう、きちゃんはもう広島から、そう、広島いなくなっちゃうので、やばい、充電が 20%、 ごめん、止まったかも。動いてますか？ちょっと充電が、ごめん、ありがとう。大丈夫、東京仕事の時に泊まり、いや、ね、それは思いますね。東京ね、でもなかなかね、そう、なんかわかんない、なかなか行けるかもわかんない、東京行って会えるかもわかんないので、そう、まあでもなんか、え、そんなことあるって話して、何かしらでずっとつながれてたらいいよねっていう話してたんですけど、そう、今日なんか帰りに一気に実感が湧いて、この公演が終わって帰るタイミングで一気に実感が湧いて、なんかひょえーってなりました。まあね、明日頑張りたいと思います。エイメン。電話はするだろうな、うん、やった、みんな気をつけてきてね、愛媛県。配信で応援してる、ありがとう、見ててね。
配信見てね。松山、お、いいですね。そう、松山到着って人もなんか結構あのこのコメントに来る。明日は漢方を飲んで挑むわ。なんかすぐ足つるんよね、悩み。着いたよって。明日も配信あります。アフタートークもあります。漢方苦そう。アフタートーク、なんか夜公演のアフタートークなんか面白かったわ、話してて。今の21分、あと4分で終わっちゃうよ。今日は上下アディダス。ありがとね。口が乾燥してる。アディダスね、可愛いのがね、このチャックがこのマークなの。可愛くない？めちゃくちゃ可愛い。このマークのアディダスめっちゃ好き。3本なんかストライプの、ストライプじゃない、3本線のさアディダスとこの形のアディダスがあるんだけど、かわいい。今日のマイキューの顔とても可愛い。メイクしてるよ、ほんと。ほらでもちょっと汗かいて落ち気味ですけども、前髪がパリパリ。バイチャラポーの時間、にゃーん。今からお風呂入るの、うん、お風呂入る。風呂に入ります。みんな明日はよろしくお願いします。ちょっと早めなんですけど終わっちゃいたいと思います。皆さんありがとうね。今日もたくさん、また明日に備えて休みたいと思います。ちょっと壇上呼ぼうかな。アルフォートさん、ビタミンさん、クマネパパさん、キナペコさん、イコールさん、ナンバのヒサトさん、モカワラオンさん、ミッキーさん、ピロミンさん、
イズニーさん、ゆずきちさん、おっさんずブーさん、ウィンディーボーイさん、ありがとうございます。本当ありがとう、ありがとう、たくさんギフトもありがとうございます。ということでお休みしたいと思います。私はこれからお風呂入ります。また明日、結婚してもありがとう、おやすみなさい。またね、ちょっと早いんですけど、皆さんもゆっくり休んでください。はい、あの明日会う方は気をつけて来てください。配信もあるので、あの行けないよって方も見てください。はい、皆さん今日も一日お疲れ様でした。ありがとう、おやすみ、ラブだよ、またね、ありがとう、おやすみ、名残惜しいけどまだね、ありがとう。